ホラポス、関西百名山、ワウワウ。時刻は9時19分となって、おはようございます皆さん。時刻は9時19分です。今日はここじゃん奈良交通泥川温泉バス停までやってまいりました。そちらでお手洗いをお借りできます。こちらのバスですね、はい、お世話になりました、はい。今日はここから関西百名山は第72座、はい、はいどうぞ。72座、はい、稲村ヶ岳に登りたいと思います。宝剣を探せ、宝剣を探せ、イエーイ、パパフーパフー。宝剣を無事我々は見つけることができるのであろうか謎、はい。今日はねもうこれ以上ないぐらいの登山日和ですね、はい、真っ青、雲一つない晴天、うん。ここに来るまでのバスからの車窓の風景ももう赤いトンネルって感じでね、すっごい綺麗でしたね。うん、もうひんやり3度ぐらいでしょうか。3度って書いてある、3度って書いてましたね。ベストシーズンであります。それでは今日も元気に行ってみよう。おーおイエーイ、イエーイ、ワオ。行者の湯やで、うん、すごい。これニューシューズですか。あ、そうなんですよ。アマゾンでポチッとやりました。お揃いですね、はい、2人ともニューです。ゲルソノマです、はい、はい、逆輸入版です。わー、温泉がいいって感じね、うん。ギブさんどっか泊まれはったんですね、前、大昔。何十年も前やからどこって覚えてないんやけどね、はい。しかも飛び込みやったからほんまに素泊まりでね、一人で、一人でバイク乗って、あ、そう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 、火災獄さんやった帰りに大雨降られてね、ここで泊まったんですよ。すごいね。どうせやったら予約してからね、美味しいもん食べてね、あれしたいよね。なんか登る前からわー、おーばっかり言ってて、こう建物からしてね、ここ歩いてても建物がすっごいんよ、どこも旅館もね。もうどこもオリジナリティあふれる建物とね、庭でね、いやすごい、目を奪われる。へえ、見て、あの柵が全部尺状になってんね、なあ、すごいね、ここもなんか、どういうこと、もうなんかオーラがすごいよ、オーラが。こっちとかったね。水が取れる。うん。すごい湧いてるって感じやな。ここになんか名水のなんか由来が書いてあるけどね。
でもこれちょっとどっから飲むか分からへんな飲まれへんなそれは名水らしいよ。うるまるわ。へぇ、岩の間よりゴロゴロという音が聞こえて、へぇ、まあ、さっきの駐車場のところの水が汲みやすそうやったね。これちょっとどこ汲んでいいか分からへんからね、うん、ゴロゴロいくよはい、時刻は9時47分、はい、距離は 2.1 キロ、はい、まあ、バス停から30分弱っていうところですね、はい、とうとう歩いてきました。ここすごいね、ほんまにね、うん、オーラが出まくってる。母子堂です。はい、母子堂ですね。ここが大峰山系の入り口とも言われている母子堂であります、はい、そこが稲村ヶ岳の登山口ということで案内がありました。ここに車止めて登られている方も多いみたいですね。お手洗いもそちらにございますと。はい、我々の旅はここから始まりますね。母子堂です。もう稲村ヶ岳もね、うん、女人禁制やったんやって昔は。女人大峰って言われてるのかな。でもあ、それは近代になって女人禁制が解かれたから。まだ解かれてへんだよ大峰さんは。あ、せやけどここは行けるからか、受け入れてくれたから、うん、ここは女人が、あ、なるほど、大峰はかけてもこっちでっていうことで、はいはいはい、なるほど、はい、なんであそこ母子供も女人結界やったんですね。はい、では行ってみます。おー、オーラ出てるで、光ってるわ。おイエーイ、わお、うん、あ、なるほど、はい、時刻は10時ジャストです、はい、距離は 2.6 キロ、この鍾乳洞と母子堂の分岐点にやってきました、はい、我々は舗装路で行きは来たんですけども、帰りはこっちの道から帰ってみようと思っております、はい、それでは稲村ヶ岳 5.7 キロ、はい、行ってみたいと思います、はい、熊に注意。まずは法力峠やな、はい、なかなかレトロな橋がかかっております。まだ序の口やな。うん。1、2。学校給食ですかね。純吉さん、分かった分かった、聞くから待てちょっと。待て、はい。はい、純吉さん、最近学校給食の方どうですか。学校給食ね、はい、最近で一番美味しかったのはね、はい、大学芋。大学芋。芋、ね、フライヤーでね、はい、一気に揚げるやんか、はい、やっぱり家庭のフライヤーよりも性能がいいし、おうおうおう、きっちり温度上がったとこを見計らって入れるから、はい、もうすごい上がりがいいんですよ。うもうそれに私一生懸命作ったタレを、ね、はい、朝から作るんですよ。おうおう、調味料計量して、おうおう、もうドカーと大鍋で作ったやつにボコを入れて、はいはい、混ぜ合わせるんやけど、はい、美味しかった。これほんまに美味しかった。おうおう、こんな美味しいあれだけ大学芋があるんかっていうぐらい。大学芋なんか出たことあったんかな。え、うちの食卓。いや、昔の給食。私は絶対に食べてない。ないよな。へえ、すごいね、興味。本当にすごいね。もう毎日感動の日々ですね。はい、今度はかぼちゃオイルを作るらしい。美味しいわけですね。おもう、ブックブックって感じです、ね。量の制限ないんですか。量制限、一応あれですよ。ありますよ。一人前っていう感じで、ね。ありますけどね。何人前食べてるんですか。いやいやいや。まあ、調理員で欠員が出た時とかちょっと余ってくるんで、それ食べたりとかもしますけどね。へえ、まあ。美味しいですね。美味しいですよ。すぐすぐ育ってありますね。はい、学校給食でした、はい、はい、こちらからは以上です、はい、揺れるなこれでもみんなの画像で見るほど怖くないな。うん、割と鉄骨はしっかりしてるわ。要はこの木の部分だけ見てもらったら、うん、お堀峠。時刻は10時39分、はい、距離は 4.4 キロ、宝力峠に到着しました、はい、ここ何との分岐点なのかな、知らん観音峰いやいや、宝力峠、ただの宝力観音峰観音峰くっつけた、あ、ほんとだ、じゃあそっちに、はい、おお、山々が見えてきた。あー、ほんとだね。これ
これは GoPro 9での撮影ですね。はい、9です。9。なんかややもすれば龍吉さんが 11? 11ですかね、岩崎。11です。11を買ってくれるかもしれないと。9でお届けする映像は今回が最後かもしれませんね。やっほー。だいぶね、これもう画面割れてボロボロなんです。おじゅんちゃん、トイレ出てきたって、トイレ。これヘッポコさんに撮ったやつじゃん。ちょっと使われへんって言うやつ。ちょっと傾いてるな、確かに。ちょっと恐怖を感じるというか。もうこれは無理やな、これ。どれどれ。トイレの手をなしてないの。あー、なるほど。細かさが。独特やな。もう山深いね。うわ、すっごい。整備されまくってます。おお、そうやな。うん。ここ結構あれやね。へこりけんの？こうや。よっ。パオンの木ですね。これが模様できてんな。マムートの木って、うん、みんな書いてくれてる。もうちょうど目のとこもあれになっててね。そうな、うん、だいぶ掘ったんちゃうかもね。いや、ちゃう。こっちから見ると普通の木や。大きい時や。うん。うん。もののけの森っていうイメージ。うん。あれ急にこんなになったんや。なんか湿気のたまり具合とかあるんかしらね。風の向きとかね、うん、いろいろ。種がここで。ほら、シダが。全然植生が違うよね。わー、綺麗。なんかここだけひんやりしてるよね。ああ、ほんまやな。うん。風が通るじゃん。できてんのかな。ほら、氷結みたいなのもあるしな。気持ちいい。聞いて。わあ、なんか、ひんやりするな。なあ、そうやろ。なんか穴があんねんで、これ。うん。ああ、やめて。気抜けるわ。あは。美しすぎるでしょ、この雲と山との、うん、ほんで空気もひんやりしててね、うん、本当に気持ちがいいですよ、この山。撮れてる？うん、撮れてる、撮れてる。何やねん、それ。危険箇所ってやつ、うん、はい、昔はちゃんと機能してたんですから、ね、めちゃめちゃ激しく選んでますね。もう撤去するにもできひんって感じよね。うん、すごいね、山々。わあ、こっちを見たらもう一つ、あ、向こうの町も見える。へえ、あのてっぺん登るんかな。今日は11時40分。はい、いや、急にね、うん、急にありました。ここが休憩ポイント、山小屋。お手洗いもあってね、はい、距離は 7.2 キロですか。はい。これは立派よ。うん。これ、駐車するしたいと思います。山頂ヶ岳に登ってこられたそうです。はい。YouTube 見ていただいてるそうです。ありがとうございます。嬉しいですね。記念撮影を、はい、
記念撮影。あ、全然、はい、顔出して恥ずかしいです。どちらから来られたんですか。明石からです。はい、お車で。そうですね、昨日の夜10時に出て、もうこっち着いたのが2時頃。で、仮眠取って、はい、仮眠取って、はいはいはい、1時ぐらいから登り始めて。今日めっちゃいい天気だったから ね、景色最高でしたでしょうね。あ、そうですね、めちゃくちゃいい天気ですね。もう神様のおぼしめしてもうね、変わらかな山ですよね、本当に良かったですね。え、我々にも会えたしなんちゃって、なんやねんそれなんちゃって、なんのご利益があんねんなんちゃって神様のちょっと我々もここでお昼食べてから行きます。はい、ありがとうございます。昼食会場です。純吉弁当ありません。これこの可愛いあの豆だっていう、この間からハマってる稲荷寿司の、うん、50周年記念だそうですよ。この間ね、味噌汁欲しかったから味噌汁持ってきました。じゃーん、4色セットで、これに入ってないお気に入りのわさびは別に買いましたというやつですね。諦めきれないわさび、いただきます。やっぱりね、登山にはね、いなり寿司合うよね。登山にいなり寿司合う。酸っぱいのと甘いのが美味しい。はい、時刻は、12時7分、距離は 7.4 キロ、はい、じっとしてると寒いなって感じのやっぱりあれですね、上来ました、はい、そしていよいよここからですね、はい、この先はね、食べたらあかんらしいんですよ、はい、なんでお食事される方はこの付近にてお取りくださいって書いてあります。環境保全のため、キャンプ食事はご遠慮ください。なるほどね、いろいろ落としたりとかするからね、やっぱますます聖なる山ですね。ここから大日山稲村ヶ岳両方行くんやったら往復で2時間らしいです。稲村ヶ岳往復だけだったら1時間半。でもね、関西百名山の本によると、この稲村ヶ岳っていうのは正式にはこの2方からなってて、うん、こっちの大日岳が主峰だそうなんですよ、ちょっと低めのなんでやっぱり2方行きたいなと思ってるんですけど、はい、とりあえずは稲村ヶ岳っていう名のついてるこっちのね、はい、方を向かって行って、まあ、余裕があったらで余裕を作って大日山の方にも登りたいと思います。行ってみよう、行ってみよう、余裕を作っていきます。そに当たってる、この、なんちゅうの、やっぱ水分が豊富なんかな、すごい緑、苔むしてる緑とかは綺麗なんよね。ゴロゴロ水。ああ、そうなぁ。とんがってるね。うん。やっぱこの順序でよかったんじゃ、あれに後で登ると思ったら、おもろいやん。うん、山道もいろんな表情を見せてくれるね。うん、大日山です。これでもあんまりあれ、紅葉が綺麗っていうような山でもない。来る途中バスの中から見た景色は綺麗かったけどな。あの観音堂あたりが一番見たらい渓谷とか。おお、はい、時間12時23分、はい、8.1 キロ、はい、にやってまいりました、はい、ちょっと予定変更して第2次山の方に確認、はい、こんにちは、見てみたいと思います、はい。遠目にもすごい急な山だったね。
網取ったらハマるよって感じですね。降りてきてはる。あ、そうだね、12時31分、はい、距離は 8.3 キロ、はい、大日山に到着しました。大日如来さん、オンバザラダトバンアビラウンケンナム。遠くから見えとった山頂なんやなって。おあ、すごい。あ、大日如来さん、はい、綺麗なしたよ。はい、ありがとうございます。お導きを。団長って書いてあるね。ごめん、はい、登頂しました。プロブス関西百名山は第 71.5 座って感じです。毎日だけ。タッチやりました。いや、すぐやったね。おお、素敵。いきますか。はい、では続いていよいよ72座目に行きたいと思います。はい、いやー、すごかったね。うんうん、結構激しい道だったね。へえきっとそうです、うん、あの正面のが稲村ヶ岳やと思われます。あっちの方がちょっと大きいな。ちょっと大きいね、うん、数十メーターね。はい、時刻は12時40分、距離は 8.4 キロ。はい、あ、20分ぐらいやったのかな。やっぱり23分出発やったな。17分ほどか。はい、戻ってきました。分岐にこっから、稲村ヶ岳の方に戻りたいと思います。キレットってついてるで、はい、ここは第2式キレット。え、ロープ、うん、とりあえず、はい、とりあえず、え、マジで、いや、冒険探したかったんやけど、え、ついてもらったでって感じですね、これ。三角点、それ。ホラプス関西百名山パパウ、ま、ちょっと笑うわ。第72座稲村ヶ岳タトチョやりました。イエーイ、これ展望台、うん、おーおー、稲村ヶ岳っていう感じ。ほんまかいな。どこどこ、ようこんな立派な展望台作ったでな。稲村ヶ岳って書いてるやん、ここ。うん、書いてるよ。書いております。1726メートル。へえ、すごいやん。ナイスビュー。すごいね。犬に。あまりにも突然着いたのでちょっとご案内を忘れておりました。12時56分、はい、8.8 キロで登頂しました、はい、ちょっとこの後宝剣をね探す旅に行きたいんですけどね、ちょっと入り口が全然分かんなかったですね。通り過ぎの男性に聞いたんですけど、え、どこやったんって感じですね。ちょっと気合い入れんとこれ帰りも見落としそうであります。ちょっと頑張りましょう。違うよな、うん、またはい、降りてきました。これや、ロープが3本あります。ね、ここ木の階段、これトラロープの垂れてる木の階段を登ったら、トラロープがここで3本になります。はいはいはい、でこっからこう見るとあそこ3本鎖があるやろ。これを入るんやわ、はいはいはい、なるほど。だからトラロープの下がってる木の階段、綺麗なトラロープ
つですわこれ、はいはいはい、これを着たら、はい、こっちに上がるっていう風に思っといてもらったら、はい、もうさっきの男性がうまいこと説明してくれたのにね、めっちゃスルーしたなさっきうちらほんまだまだや思っとってそうやな、絶対これやめっちゃ踏み跡ついてますわ、はい、行ってみます、こっちから降りてきました。でこっちに降りていきます。はい、ここに鎖があります。はい、神口さんが登ってます。稲村ヶ岳に行くならぜひここに立ち寄ってくださいと教えてくださった、コメントくださった方どうもありがとうございます、はい、無事、たどり着くことができました。昭和23年5月やって、宝剣、あのおっちゃんが分かりやすく教えてくれたおかげやで。トラロープ3本や言うてくれたのにこれやでほんまようそんな見落とすわ。なんか行ったらあかんみたいな目印に思ったよな、あこれで、はいはい、はい、本堂に復帰しました。はい、復帰しました。でーん、大日山ねえ、あれ楽しかったな一瞬やけど、うん、13時じゃん、何やフライングよくするってね、ちょっと見てから言えって言って13時15分 9.3 キロ武器に戻ってきました。13時26分、はい、9、まあ、まもなく10キロですね、はい、9.95 キロです、はい、戻ってきました、はい、あそこのお手洗いね、ちょっとフェイントで閉まってるんでね、あの裏にトイレあるって書いてあるんですけど、なんと男性の小便器だけやったんですよ。よう探せばあるんかな、でもちょっと小便器だけでした。まあちょっとここでもう出そうな風にしないようにちょっと注意ですね。そこ太陽おるけど、あれ、青空はどこ行った？おここぐらいやね、危険箇所ってね、うん、まあ、そんな危ないやろ、ここも、まあまあまあ怖いかなぐらいの。よくできました。おお、ちょっとあれやな、風流のある橋やなこれは。ちょっと落ち葉で石が見えにくいからね、これ気をつけてね。うん、もともとは荒々しい山なんやけどね、何せああやってすっごい整備されてるからね、うんうん、とても安全に歩かせてもらえてます。早くその橋まで行ってください。はい、
は14時9分、はい、距離は 12.8 キロ。やっと戻ってきましたね、峠。宝力峠。はい。はい。ここからまた下山しますい。走りやすい道でした。はい。4時33分、はい、距離は 14.5 キロ、はい、いやあのね、意外と遠かったなっていう印象ですねこんな遠かったっていう感じしましたしましたしました、はい、はい、こっから、母子堂から来たんですけど、帰りはこっちの鍾乳洞の方に行ってみたいと思います、はい、おいおい意外と長かったよ、長かった長かった、うん、こっちの道は鍾乳洞に、さすが鍾乳洞があるような場所よね。だから水分が多いしさ、ポタポタする分、うんうん、なあ、さっきと全然違う山って感じ。もう湿度が半端ない、しっとりしっとり、うん、まだしっとり滑らか滑らか、すごい見てこれ、あ、ほんまや、五代松新堂、うん、50年記念、へえ、まだまだしっとりやね、うん、なんかこっちはこっちすごい道やな、そうやん、なんかえってえらい山深くなってきたけど、奥さんちょっと想像と違うもっとイージーな山道かと思ってたけど、なんかえらい山みたい、うん、あ、なんか行者様が、ね、あ、こちらは出口ですって書いてあるで、え、あ、なんか鍾乳洞になってる、えー、こなんか、すごいね、こんなところに自然の鍾乳洞があるとは、うん、すごい空間でしたね、うん、ちょっとこっち出口なんで入らないでくださいってことだったんで、あれなんですが、詳しくお届けできないんですが、すごいやろ、ここがもう物語ってるよな、この規模の大きさを、ちゃんって、ちっちゃわちゃんちゃんちゃんちょっと写真撮らせてもらうね、行事お、乗ってる、うん、こんな細いレール一つで行ってるねんかモノレールやな、これがまさしく、うん、ここ駅です、こっち、うん、こんな予算乗れんねや、うん、へへー確かにモノレールって書いてるわ、ここは14時52分、はい、15.4 キロ、はい、五代松鍾乳洞入り口の方に下山してまいりました、はい、ちょっとあのモノレールが衝撃でしたね、うん、往復400円だかな、あ、結構リーズナブルやね、うんうんうん、へえ、出口も見えたしね、鍾乳洞の、うん、すごいね、こんなところにこんなんあったんやね、うん、あ、ゴロゴロ茶屋まで戻ってきたやん、はい、ここで水がゴロゴロに、あ、そうそうそう、はいはいはい、ちょっと茶屋戻してみんなが鳥町さんです、お伺いしております、3時までやってるんですが入れてくださいました、はい、ビールオフ定食です、はい、ではオープン、わー、美味しそう、なんかここはやっぱ名水やからね、うん、あ、名水茶がいいとか、やっぱ水が美味しいからね、美味しいんちゃうかなと思いますね、うん、どうぞビールオフ定食1300円ですかね、はい、召し上がってみてください、私が代わりに取っておきます、いただきます、はい、なんだろうな、こんにゃく、なんだろう、うん、美味しい、美味しい、うん、くず切りみたいなやつは何なの、こんにゃく、ひょっとしてマロニーじゃん、マロニー、私、おお。
に食べれる。これひょっとしてこのこんにゃくくずじゃないかなと思ってるんですかね。こんにゃく入りくず、うん、ね、これじゃないかなと思ってるんですかね。ではいただいてみますかね。いただきます。うん、すごい弾力。うん、うん、マロニーのしっかり前やな。はい、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。豆腐も美味しい。すごい、すごい。乳麺付き甘子、いただきます。さっきね、路地でね、甘子を焼いてたとこあったんやけどね、ちょっといっぱいでね、入れなかったんですよ。鮎じゃなかったね、甘子。鮎と甘子と両方あった。うん、いただきます。あのね、速攻のからいただきますよね。とりあえずこの見て、これ焼きたてほやほやね、焼いてくれはった。いただきます。幸せ。うん、これ美味しいわ。うん、はい、ここでいただきました。めちゃめちゃ美味しかったですよ。めちゃめちゃ美味しかったですよ。そろそろ我々乗るはずだったバスが出る時間ですね。あと2分で出ますね、はい、もう あと2時間後 の、うん、あのバスで帰ることにして、ゆっくりお風呂に浸かりたいと思います。せっかくドルファン温泉に来たいからね、うん、お湯に浸からんと。風呂上がりにちょっと缶ビールでも買って一杯やろうかなと思いますね。はい、はい、最高でした。はい、ドル川温泉、温泉センターにやってきました。ここで一つ浴びて帰ります。700円だそうです。はい、はい、ドル川温泉有名やからね、優雅、うん、楽しみやね、うん。うん、はい、泥川温泉、こちらは、中のお風呂と露天風呂とっていうシンプルな作りでしたけどね。いや、温まりましたね。さっぱりしましたか。さっぱりしましたね。さっぱりしましたね。赤いね、なんか。もうね、いつもはもうカラスの行水ぐらいなんやけどね、今日は6時までもうバスがないって分かってるから意識的に長風呂したんですよ。あと1時間20分ありますね。あ、そうやね、うん、ちょっとここら辺でね、鈍感の自販機や、うん、スーパードライの自販機私見つけて取ったんで、うん、すごいちょっと飲みもうて、はい、さっきのあね、ちょっとちょろちょろっと食べれそうなとこがね、まだ空いとったらいいんですけどね、はい、はい、ゆっくりしたいと思います、はい、居酒屋龍吉始まります、はい、ここで買って、ここで高台にお邪魔します。これのんびりできるで、うん、はい、ババーン、アユ、アマゴ、さっきアマゴ美味しかったんでね、カメキヨさん、あ、カメキヨやから、あのカメ、カメ仙人のじっちゃんの T シャツとエプロンしてはるんで、おっちゃんすごい可愛かったね、高台でいただきたいと思います、はい、いいねこれ、京都の川床にも匹敵するあれちゃう、風情ちゃう、この提灯が作ってまた雰囲気出てますね、じゃあ私たちが映るデスクしようか、これ。あ、映るんじゃないですか。あ、食べまして、お疲れ、お化けしてくれた、ビールも、うん、やっぱ風呂上がりはビールやね、うん、まあ、補充式なんで、なんかの試験で、おお、わー、すごい、美味しそう、おー、お茶ありがとう、ありがとう、大ごちそうやん、あ、これサービスっていう量なんかこれすごいな。いや、みんなあて食べてるからさ、うん、どこで頼むんやろうと思ってたよ、うん、すごいな、おっちゃん大サービスですね。これも居酒屋龍吉やろ、うん、うん、おっちゃん美味しい、うん、ご飯、ご飯薄くなるわ、シャケ、なんかね、これの漬けたやつを、うん、テイスト上にしてあるんやな、こっちにつけてくれてんのか、うん、うん、こっち鮭でこっちかぼちゃやわ、
これ酒飲みの手やね、うん、いや風呂入る前からみんな楽しそうに飲んでんな思っとって、うん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 、何あゆ、確かに、こんなのビールもう一本とか言い出したら気になるな、うん、うまいよ、甘みがすごい美味しいよね、あゆもうまいよ、ってやったら十分や、うん、美味しゅうございます。おかわりを取ってくる龍吉、お会計は後です、はい、ええー、席ですねここ最高ですね、タバコ吸い放題ですね、うん、夜も更けてまいりました。居酒屋龍吉閉店です。完食しました。ビールとハイボールが増えております。やっぱり旅はこれですかね、はい、ちょっとかなり赤らんだ顔してありますけど大丈夫ですか。ちょっと寒い、ちょっと寒い、うん、ねえ、やっぱりここら辺は夜冷え込みますね、うん、じっとしとったら風邪ひきそうなんで、うん、そろそろ撤収したいと思います、はい、夜5時58分発のバスで帰りたいと思います、はい、ごちそうさまでした。お待たせしました。手前出口駅から青色バスセンター駅です。